はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、2月1日キャンプ初日にですね、僕が順位予想をさせていただいたんですけど、その順位予想が今どれぐらい当たってんのというところをちょっとね、見ていきたいなというふうに思ってます。この小山翔平ベースボールチャンネルはですね、僕の発言とかを本当に当たってるのかとかね、責任を持ってね、後日というか、追っていきますんで、そういったところも含めてね、ちょっとエンターテインメントというか、楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい、まず最初になんですけど、はっきり言っときますけど、あんまり当たってないんですね。やっぱりこう予想するのって難しいなーっていうふうに思いますし、まあ解説者の方とか、いつもね、毎年こう予想されるじゃないですか。で、僕も初めてかな、やってみたいんですけど、やっぱりなかなか当たらないなーっていうようなところあるし、やっぱりこれですごい当たった人とかって相当すごいんだろうなーっていうふうに思います。はい、じゃあですね、まず僕が2月1日にどういった予想をしたのかっていうところをちょっとね、見ていきたいと思うんですけども、はい、見ていきます。1位阪神、2位巨人、3位ヤクルト、4位中日、5位広島、6位 DeNA というような予想を僕は2月1日当初ね、やっておりましたと。で、まあ、いろんなね、決め方があるんですけど、まあ僕が、決めた、優先度としてはですね、まあ投手陣がしっかりしてるかどうかとか、まあその計算できる選手がどれぐらいいんのとか、まあセンターライン固まってんのとか、それぐらいの、ところをね、まあ比較しながら見てったところ、僕の予想はこういう感じになったんですね。で、実際、まあ僕がね、言ってる動画もう一回自分で見返してみて、どんな風に言ってるのかっていうのをね、ちょっとまとめたんですけど、ちょっと皆さん聞いて、うん、本当に。まず DeNA ね、僕が予想した6位のチームなんですけど、6位の DeNA からすると、まあ、エスコバーであったりとか、バウアー、今永、ソトが抜けて、ちょっと厳しいよと。で、アズマも、まあ、2年連続でどれぐらいやれるかわからないと。で、新外国人も、まあ、どうだろうっていうところで、まあ、ちょっとこう、危ないんちゃうかって、こんな抜けたらきついんちゃうかっていうところで6位予想なんですね。で、まあ、広島で言ったら、まあ、外国人がそう入れ替えしてるし、西川選手も抜けてるし、で、菊池、秋山選手もベテランだし、大瀬良選手もね、まあ、クリーニング手術してて、開幕から間に合わないし、ちょっと、怪しいんじゃないかっていうところで5位にしてますと。で、4位の中日なんですけど、まあ、ビシエド、中田がね、いるけども、まあ、ファースト専門っていうところがあるから、どっちかはね、出れなくなるというところと、二遊間がちょっとまだ決まってないんじゃないか。で、大島選手がベテランで、ちょっとずつね、成績が落ちてきてると。で、大野、雄大投手もね、復活してくるけども、さあ、ちょっとマイナス要素が大きいんじゃないかというところで4位にしてますと。で、3位のヤクルトですけども、まあ昨年ね、だから2023年ですね。2023年は結構みんな不調だったけども、さすがに2年連続でみんなが不調というか、うまくいかないってあんまないよねっていうところで、まあ村上、塩見、サンタナ、オスナあたりがしっかりやってくれたら、まあ打線強いんでね、やってくれるんじゃないかっていうところで3位にしてるんですね。で、2位のジャイアンツはですね、まあ補強しっかりできてるというところですけども、やはり、まあ阪神の壁は分厚いかなというところで2位にしておりました。で、1位の阪神はですね、やっぱりこう、先発リリーフ見てもしっかり安定してるし、野手もね、伸び盛りというか、まあ若い選手、まあ25から30ぐらいの選手が、まあ出てる選手が非常に多いんで、そういったところで、まあ2年連続優勝、まあアレンパですよね。アレンパする可能性で高いんちゃうかなっていうふうに思って、こういう、感じでね、予想したんですね。で、実際今、セリーグってすごく混戦してるじゃないですか。特に、まあ1位から3位っていうところは、すごくこう熾烈な争いをしてるわけですけども、まあちょっと今の順位見ていきたいんですけど、今は、まあ、1位広島、2位巨人、3位阪神、4位 DeNA、5位ヤクルト。で、同率で5位がまあ中日という風になってますと。で、まあ、1位から3位が 4ゲーム差ね。4ゲーム差になってて、まあ、4位の DeNA が首位と 8.5 ゲーム差っていうところで、ちょっとね、1位から3位と4位から6位が離れてるんで、多分、
まあ、多少前後するところはあるかもしれないですけども、前後しても1位から3位のところで前後するかなっていうところなんで、僕の予想と比べるとね、まあ、広島を僕5位予想にしてるわけなんで、その、今、広島が1位にいるんでね、この予想っていうのは大きく外してる、だろうなというふうに思いますと。で、実際、僕がさっき言ったね、予想と、まあ今の現状なんですけど、やはり広島はね、さっき僕、外国人がなかなか、そう入れ替えしてるからきついよっていうふうに言ったけども、もう日本人、もうだけかな、ほとんど。で、やれてるし、正直ね。で、あんだけ打線がね、柔軟というか、なんかそのホームランバッターはいないんだけど、全員野球というかね、非常にこう、バント、右打ち、ツーストライク後のアプローチ、粘り、みたいなところって、すごいなっていうふうに思うし、実際ピッチャー陣もね、栗、大瀬良、森下、床田なんかもね、で、玉村とかも上がってきてるし、まあ、床田なんか10勝5敗っていうところ、もう大体まあ、貯金みんな作ってるしっていうところで、非常にね、バランスのいいチームというか、まあ、なんていうんだろう、まあ、まあちょっと最近ちょっと勢い落ちてきたなって感じはあるんですけど、でもそれでもまだ周囲にいるんで、非常にやっぱり強いなっていうところ、バランスがいいなというか、うん、なんて言うんだろう。みんなまとまってるなっていう感じあるんでね、新井監督を筆頭に。そういったところで、まあ1位にいるんじゃないかなと思いますと。で、巨人、まあ僕も先ほど予想で2位にしてますし、今現状でも2位なんですけど、まあ実際、まあ嬉しい誤算というかね、まあ嬉しい誤算だったのは、まあ菅野さんがこんだけやるっていうのは、あまりみんな思ってなかっただろうし、まあ山崎より戸郷、グリフィンっていうところ、まあグリフィンも離脱ありましたけど、まあ戻ってきてからね、非常にいいピッチングできてるし、まあ昨日の試合でも投げてましたけども、井上投手とかね、そういったところも、非常に台頭してきているというところ。で、バッティングに関しても、まあ、坂本さんがね、まあ、アキレス腱というか、まあ、まだ、しっかりやってくれないとというふうに僕2月1日、時点ではね、言ってたんですけども、まあ、坂本さんがね、離脱したりとか、離脱というかね、2軍でね、行ったりとか、ちょっと打てなかったりとかしてますけども、実際それを、まあ、丸さんであったりとか、吉川選手、ヘルナンデス選手、まあ、最近で言ったらモンテス選手なんかが、非常にうまくカバーしながらやってるんで、そういったところで、まあ、ピッチャーも、打者もね、まあ、良くも、悪くもなくみたいな感じでね、しっかりこう、バランスよくやれてるんじゃないかなと思います。で、阪神ですけども、阪神も、僕1位というふうに予想して、今3位ですけども、全然ね、優勝できる可能性っていうのは僕まだまだ残ってるんちゃうかなと思ってますし、まあ、今年出た才木投手が非常に9勝3敗というところで、非常にしっかり投げれてると。で、まあ、打線ですよね。どっちかというと打線がちょっと、落ちてきてると。まあ、最近はちょっと上がってきてるわ。上がってきてるんですけど、まあ、全体を通して言うと、打線がなかなかね、まあ、去年よりはね、全然良くないというところ。まあ、近本選手、中野選手、木浪選手とかね、もそうですけども、まあ、前年の成績をみんな下回ってるというところがあって、ちょっとやっぱ得点不足っていうところがね、ちょっと長く続いたんで、今の順位に3位にいるんじゃないかなと思うんですね。で、DeNA、僕、まあ6位予想でしたけども、まあ今4位っていうところ。で、正直 DeNA ってめちゃくちゃ力のある選手多いんですね。で、まあ梶原選手、まあ宮崎選手とかね、まあ山本捕手もね、すごくいいし、あんだけ打線、まあオースティンもそうですけども、あんだけ打線揃ってて、で、なんで勝てないっていうところはね、正直あるし、でもやっぱ野球見てるとね、細かいところができてないなっていう風なところはあるし、まあエラーも実際多かったりするし、なんて言うんだろう。まあやっぱ守備のミスっていうのは結構非常に目立ってるなっていうところありますから、非常に今年において、まあ今上にいるね、広島とか巨人とか、まあ阪神もそうですけども、チーム打率とかってめっちゃ悪いんですよ。悪いけども、やっぱ順位が上にいるっていうところで、まあ、投稿打点じゃないですけども、ピッチャーのレベルっていうところが非常に大事だと。まあ、守備も含めてね、非常に大事なんじゃないかなっていうか、大事に、今年は特になってきてるんじゃないかなと思うんですね。うん。で、5位のヤクルトですけども、僕3位予想でしたけども、今5位というところで、やはり、まあ、塩見選手のね、また離脱もありました。で、長岡選手とかもね、非常にうまくね、台頭してきてる。来てますけども、またサンタナの怪我があったりとか、まあ今復帰してきましたけども、ちょっと長い間ね、
離脱してたりとか、まあ、村上選手も、まあ、まあ、そこそこやっぱやってるんだけども、やっぱり三冠王の時よりかはやっぱ全然落ちるしっていうところがあって、で、山田選手もあんまり良くないっていうところで、まあ、やっぱりこう、ね、僕、予想の時は、まあ、村上、塩見、サンタナ、オスのあたりが、まあ、しっかりやってくれてっていうところを言ったんですけど、やっぱり、しっかりできてないんでね、まあ、サンタナとかも成績残してるけども、やっぱり離脱したっていうのは結構大きかったりとか、するし、で、ピッチャー陣がやっぱりこう、あまり良くないっていうところというかね、弱いっていうところがあるんで、やっぱりこう、打線でカバーしていかないといけないチームなのに、離脱したりとか、本調子じゃなかったりとかすると、やっぱりこういう順位になってしまうんだなっていうふうに思いますと。で、まあ、最後の中日ですけども、まあ、中日はね、まあ、いろいろ、まあ、やっぱ問題があるんじゃないかなと思いますと。で、まあ、僕見てても、まあ、巨人対中日しか見てないんで、他の試合見てないんですけど、やはり高橋宏斗投手以外のところで、あまり勝ててないんちゃうかなと思うんですね。高橋宏斗で10勝1敗というところで、この最下位にいるチームで10勝1敗というこの成績を上げている時点でね、めちゃくちゃすごいと思うし、正直。うん。これ、この10勝1敗というのは、ちょっと他の球団で言ったら15勝ぐらいの価値があるんちゃうかなと思うんで。で、岡林選手とかもね、今年に関してはあんまり良くないし、で、もういい、誰がいいかって言われたら細川選手ぐらいですよね、正直言うと。細川選手、まあ、石川選手もまあまあまあって感じぐらいなんで、ピッチャーも高橋以外は勝ててない。で、バッター陣でもまあ、細川ぐらいしか、しっかりしたやつがいないっていうところで、ちょっと厳しいよね。まあ、村松選手がね、まあ頑張ってると僕は思うんですけど、まあそういったところで、まあこの順位にいるのも、まあ必然というかね、まあ監督の批判とか結構あったりするじゃないですか、立浪さんのね。っていうところもあったりとか、僕はそんなにめちゃくちゃ、詳しいわけじゃないですけども、中日に対してね。まあ、巨人戦を見る限り、まあ、そのチグハグ感というか、高橋が投げてきた時はちょっと危ないなって感じはするけど、他のピッチャーが投げてきた時は、まあ、そんなにまあ、っていう感じはあるので、正直。うん。まあ、まあ、リリーフはね、最後、マルティネスがいたりとかするんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、中日が4位、僕の予想通りに4位になるのは、まあ、おそらくないだろうなっていうふうに思いますと。はい、てな感じで、今日は僕の予想、2月1日にした予想と、今現状の、順位を比べてって、どれぐらい小山当たってんのっていうところを見ていきました。実際、まあ、その見ていくと、まあ、巨人、阪神が、まあ、A クラスにいるっていうのは、まあ、当たってると思うんですけど、僕は広島が5位だというふうに予想したんですけど、まあ今実際1位にいる。で、まあ A クラスで、多分シーズンはね、終了するだろうっていうところがあるので、そういったところでまあ予想は外れてるし、やっぱりすごく難しいなっていうところはあるので、うん、まあこれね、すごく予想とかって楽しいんで、まあ来年もやっていきたいと思うんですけど、まあ実際、まあこうなるだろうというふうに思われてたものがならなかったりとか、まあこの選手は活躍してくれるだろうと思ってた選手が、まあ巨人の場合でもね、坂本選手とかも、あまりこう、今年まだ振るってないというところがあるんで、まあ僕が思うに、まあその、代わりはなんぼでもいるというか、ちょっと言い方はちょっと悪いですけど、もし、ある選手がね、主力の選手がもし、怪我とか、なんかあんまり良くなかったとしても、やっぱりこう、代わりの選手が出てくるっていうチームが強いと思うし、それがプロ野球だと思うし、実際その、任されたりとか、なんかのチャンスで、だから今の浅野選手とかもそうですよね。なんかその、ちょっとしたチャンスで、チャンスをものにして、そこからレギュラーを取るみたいな、チームの主力になっていくみたいなことって、すごくたくさんあることなんで、まあね、それは離脱はしてほしくないですけども、主力の選手にはね。でももし主力とか、そういった選手が、抜けたとしても、またね、2軍であったりとか、そういったところで皆さん、ね、頑張ってるわけですからね。そこから、少ないチャンスをものにして、夢をつかむっていう選手もね、いたりするので、すごくプロ野球ってやっぱり面白いなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、いろいろコメントあると思うので、ぜひね、意見ありましたら、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。